第62代の NWA スカイヘビー級チャンピオンリック・フレアーより世界チャンピオンのベルトが一旦本部席に返されます。このベルトには左からカナダ、オーストラリア、そして真ん中にはこのリック・フレアーの国籍がありますアメリカの星条旗、そしてその隣にメキシコ、日本と国旗が掲げられております。そして両サイドに2つのダイヤモンドが入っている大変高価なもの、世界で一番価値がある世界一のベルトが今本部席に返されました。本日のダブルメイベント第1試合 NWA 世界ヘビー級選手権試合60分3本勝負を行います。赤コーナー挑戦者240番の天竜健一郎、初の世界戦挑戦燃えています天竜、防衛戦をやりにくい、これは大変に大きなことですね。はい、さあ注目の NWA スカイヘビー級選手権試合は60分の3本勝負で行われます。1本目のゴングが鳴りました。さて挑戦者の天竜、世界戦初めてということで幾分控え室では緊張していた表情ですね。そうですね。さあアトミックドロップ前に落としました。しかし天竜後ろに回ってどうだどうだ、もう一回ここは天竜がアトミックドロップを見事に命中。今のは天竜の方が効いてますよ。効いてますね、ええ、さあセカンドロープを利用して何が待っているサウスポースタイルからダイビングのエルボーを加えた。さあ決まったか、世界チャンピオンから1本取るか。15分経過、取ることはできません。しかし思い切りがいいですね天竜、非常にね歯切れのいい攻撃ですね、ええ、1本目15分が経過いたしました。エルボー攻撃です。世界チャンピオンニュートラルコーナーに押さえておいてエルボー攻撃、胸板のあたりにパンチを2連発世界チャンピオンリック・フレア、ロープに飛ばした。さあ何待っている、エルボー、これは空を切った。さあどうだ、フライングのボディーアタック、払いのくは世界チャンピオン、奇襲攻撃は天竜。なかなかねいい攻撃だったんですよ。どうですか今の攻撃、あと一息ですね、ちょっと軽かったかなという感もありますよね。そうですね、まあ、チャンピオンはちょっとグロッキーです、はいね、しかし思い切りのいい空中殺法を見せましたチャレンジャーの天竜。さあ世界チャンピオンをボディスラムに取ろうという NWA の世界ヘビー級タイトルマッチ、初めてとは思えない天竜の思い切りのいいファイト、非常にねあのロープギアの攻撃なんか強引ですね。さあサイドのスープレックスの体勢、世界チャンピオンどうだ、天竜がぐーっと腰を落とした。天竜もサイドスープレックス切り返した、リバースのサイドスープレックスを見せました挑戦者の天竜。さあコーナーマット最上段に上がった、決死の空中殺法を見せるか。さあダイビングボディープレスは自爆、これは自爆でした天竜、痛い。世界チャンピオンがかろうじていち早く立ち上がった。そしてブレンバスターどうだ、空中の対空時間が長いぞ、長い長い長い、今決まった、豪快なブレンバスター。1本目世界チャンピオンが取るか、しかしまだカバーにいかない、まだカバーにいかない、エルボードロップがとどめだ、カウントが入る、カウントスリー、世界チャンピオンのリック・フレアー1本目を取りました。22分59秒、大技のブレンバスターから最後はエルボードロップ、世界チャンピオンのリック・フレアが1本目を取りました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は仙台宮城県スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。1本目を取ってストレート防衛なるかどうか。さあもう1回ブレンバスターを行こうとする、後ろに回ったスリーパーホールド、天竜のスリーパーホールド、裸締めに入りました天竜。これは一瞬の隙を突いたの攻撃ですね。いいですね、ええ、なかなかいいですよ。ロープ逃がしちゃダメですね。あーロープに、セカンドロープに手を伸ばそうとする世界チャンピオン、これはちょっと残りですね、チャンピオンはね非常に用心深くてね、ロープへロープへとエスケープしますね。さあ天竜が燃えています。チャレンジャーの天竜は後がありません。世界戦初挑戦天竜、一方の第62代の NWA スカイヘビー級チャンピオンは1本を取っています。ストレート防衛なるかリック・フレア、一生報いるか天竜、ロープに飛ばしたエルボーは空を切る。さあ天竜
いやいや、フレアが攻撃を加えます。このエルボーがかなり厳しいエルボーです。さあ、またもやブレンバスター合戦の体勢だ。スモールバッティングオーバー、世界チャンピオン、どうだ。これはカウント2、不十分です。さあ、もう一回ブレンバスターの体勢に入ろうとする。しかし天竜が腰を落とすと、さあどうだどうだどうだ、天竜ブレンバスター、世界チャンピオンにブレンバスターを見せました天竜。さあ、最後は片指だ。カウントが入る、カウント3、カウント3を世界チャンピオンから取りました。天竜、これで勝負の方は1対1。いやー、よくやりましたね。とにかくこれでね、勝負は全くまた白紙に戻ったわけですね。さあ、 LWA のスパイヘビー級タイトルマッチ2本目、天竜が返しました。打線面白くなりました。これで1対1、勝負の方は3本目に入りました。もう一度ボストンクラブに行こうというんでしょうか。まあ、ロープブレイクというのはね、その一見卑怯な行為のように見えますが、はい、ルールの上で堂々と許されている行為ですからね。まあ、うまくそれを使うのも戦術の一つですよね。そうなんです。世界チャンピオン、腰に手を当てました。腰が痛そうです。チャレンジャーがチョップを見せました。がぜんこうなりますと、この宮城県スポーツセンターのお客さんの声援を受けまして、天竜が燃えてまいりました。さあ、ロープに飛ばした天竜、何を待っている、体当たり、タックル攻撃、世界チャンピオンの破壊力がある。コブラツイスト、コブラツイストでギブアップを取るか。天竜のあばら折り、コブラツイスト、天竜も思い切りのいい技を次から次と出します。今日はね、天竜の奇襲がね、なかなかこうを奏してるわけですね。はい、しかし腰に乗せて投げました、強靭な腰の骨があります。エルボーは連続して、これはチャンスだ、いいですよ。さあ、このチャンスを生かすか。もう1回、3回続けて自爆です、世界チャンピオン。さあ、このチャンスを生かすか、天竜、天竜とビッグフレアのチョップ合戦だ。パンチだ、世界チャンピオンのパンチ、ひるむな天竜、天竜チョップが対角線上に決まった、投げを打つ。さあ、天竜だ、あっと、これは膝がコーナーマット最上段のマットに当たりました。さあ、今度は足4の字固めに入った、足4の字固めに入りました、世界チャンピオンのビッグフレア。これは18番の技、殿下の宝刀、世界チャンピオンの切り札、足4の字固めが決まった。さあ、チャレンジャーの天竜、持ちこたえることができるかどうか。どうだどうだどうだ、完全に決まった、足4の字固め。天竜がどうやらどうやらここでギブアップだ。どうやら3本目、チャレンジャーの天竜、足4の字固め、ビッグフレアの攻撃でギブアップであります。いや、見応えのある世界タイトルマッチですが、3本目はビッグフレアの殿下の宝刀、足4の字固めでギブアップですね。大きな拍手が送られました。チャレンジャーの天竜を称えるように、自ら世界チャンピオンのビッグフレアが手を差し伸べました。ご覧のように2対1でビッグフレアが天竜の挑戦を退けました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は仙台宮城県スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。